谷畑貴志1月10日隊は、日本の政治家。衆議院議員、参議院議員、通商産業政務次官、厚生労働副大臣、衆議院経済産業委員長、衆議院決算行政監視委員長、衆議院海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長、旧日本維新の会国会議員団両院議員、総会長兼代議士会長、維新の党副代表兼代議士会長等を歴任した。大阪府池田市生まれ。1970年、関西大学法学部卒業後、池田市役所勤務。日本社会党の上田卓三衆議院議員の秘書を務める。1989年、第15回参議院議員通常選挙に、社会党公認で大阪府選挙区から出馬し、初当選した。1994年、村山内閣で通商産業政務次官に就任。1995年の第17回参議院議員通常選挙には、出馬しなかった。1996年、日本社会党を離党。小選挙区比例代表並立制導入後初めて実施された第41回衆議院議員総選挙に、塩川正十郎の働きかけにより、自由民主党公認で大阪14区から出馬し、有権者を驚かせた。大阪14区では、谷畑同様に参院からくら替えした。新進党の中村栄一に敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、当選。2000年の第42回衆議院議員総選挙以降、大阪14区で連続参戦。2002年、衆議院経済産業委員長に就任。2003年9月、第1次小泉再改造内閣で、厚生労働副大臣に就任。第2次小泉内閣でも再任され、2004年9月まで務める。2009年8月、第45回衆議院議員総選挙に自民党公認で大阪14区から出馬。大阪14区では民主党新人の長尾貴史に敗れるが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、5選。2012年9月、自民党に離党届を提出し、同年10月、日本維新の会に入党した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、日本維新の会公認で大阪14区から出馬。総選挙の直前に民主党を離党し、自民党にくら替えして出馬した長尾らを破り6選。選挙後、衆議院決算行政監視委員長に就任。2013年より衆議院海賊行為への対処並びに、国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長。2014年の日本維新の会分党に際しては、橋本徹大阪市長による新党結成を目指すグループに参加。分党後の日本維新の会では、維新の会を離れ石原慎太郎らのグループに参加した中山茂昭に代わり党両院議員総会長、代議士会長に就任。同年9月、友愛の党の合流による維新の党の結党に参加した。両党の合同両院議員総会では、新公約を務め、新党名を発表する記者会見では、党名が書かれたボードを持った。同年12月の第47回衆議院議員総選挙では、維新の党公認で大阪14区から出馬し、長尾を1178票差で破り、7選。選挙後、維新の党副代表及び代議士会長に起用された。2015年8月27日、維新の党が自主投票の方針で臨んだ山形市長選挙で民主党や日本共産党が支持する候補者の応援に出向いた柿沢水戸幹事長を批判した橋本徹大阪市長、松井一郎大阪府知事が維新の党を離党する意向を表明。この動きに同調した、片山虎之助総務会長、馬場伸幸国会対策委員長が、松野来久代表により解任されたため、これに抗議し、副代表及び代議士会長を辞任した。その後、大阪維新の会に参加する意向を示したために、維新の党を除籍され、11月24日に大阪維新の会に入党した。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、日本維新の会公認で大阪14区から出馬し、長尾に1656票差で敗れたものの、比例復活で8選。2019年1月から体調を崩し、療養を続けていたが、2020年4月1日、体力、気力ともに国会に戻る自信がなくなったとして、体調不良を理由に、大島理森衆議院議長に辞職願を提出。翌2日の衆議院本会議で許可された。ありがとうございます。